はい皆さん毎度毎度若い子は変なシリコンつけてきて乾かないですねはいリンク先生毎度毎度ね変なシリコンだのねあと意外とやりにくいのが石鹸シャンプーで洗ってくる方ねこれもなんかネトついてんのかベトついてんのかさあのクセッケンが強い方なんかねあの石鹸シャンプーで洗うとさなんかネトついたベトついたがなんか残ってるみたいなあの重い髪の毛好きな方もいるよね。 まあ、そうやって来てねシャンプーなしで切っていっちゃうんだけどもう,もうしょうがないもう切るよ普通に。<laughs> でそういう方はさあのシャンプーしちゃうとねカサカサパサパサになってねあのいつもと違うような頭になってドライカットができなくなっちゃうんだよね。だからドライカットするんだったらやっぱりそのネトネトベタベタ状態で切らないといつもの,あの形というかねそれがわからないからカットできないんだよね。 でシャンプーしてから切るとなんかもうわけわかんなくてどうしていいんだかわからなくなっちゃうからねやっぱり汚い状態で切るのが一番と <laughs> あのシャンプーしますかって聞くと家帰ってから洗うからいいっていう方もいるよねまあいろいろだよねほんといろいろ変なシリコンついて乾かない方はもう乾かないですねで終わりまあ本日のねお題ね嫌な客はこちらから断るね切ってしまいと。 様まあいろいろけれどねシリコンつけてきて乾かないまあこの程度だったらいいんだけどそんでもってぐじぐじ言われるとね、まあ、最低限のカットっていう仕事はできるよね。ととベタベタ状態でさあでもねこうでもねって言われてもねほんとに最低限のカットしかできないよねいい仕事をするさ気分じゃないっていうのは意識がなくなるよねでそんな頭ばっかりやってんじゃ本んに仕事もさうまくならないっつうの 美容師さんでも徳屋さんでもあの心の精神状態は早く終わらしたいっていう感じだよねそんな仕事ね実際に早く終わってくれればいいけどねああでもねこうでもやって時間伸ばしされるともう嫌だって感じお店が疲弊するだけだよねまあそういうお客様でもねあの話が通じればねちょっとベタベタしててうまくカットできねえとか乾かないいいっすよとか言ってくれりゃいいよ笑って そうじゃなくてね、ニコルともしねえでね前の店だとこれでも普通に切ってたとかねちゃんと乾いてたとかねへい理屈言ってるともう次回ね最大点しそうもないなって感じた時点でもうやる気ないよねあもう早く小銭に置いて帰ってくれとあそんな仕事ね、まあ、してもね身につかないしまあお互いのためじゃないまあね、まあ、それはもう蓋開けてから、まあ、シリコンついてたってことになるんだけどね まあここで問題にしたいのはねシリコンがついてたとかついてないとかじゃないんだよね。お客様が笑顔があるかどうかねお客様が心地よくね接客できるかがどうかがまあいい仕事をするポイントだよね。これ皆さんはどう思うかね。嫌なお客様はもう二度来てもらいたくないと。<laughs> はいお疲れ様でした。